札幌市民の憩いの場大通公園では東京オリンピックの会場作りが始まり今日から西4丁目部分には一切立ち入りができなくなりました西4丁目はすぐ脇の路上がマラソンと競歩のスタートやゴール地点となっていて公園内はすでに芝が剥がされ競技運営や放送で使うプレハブなどの工事が始まりました8月いっぱい全面封鎖となります びっくりしました。仕方ないかなとは思います。不便です。<laughs> いつも通れ通ってたんで、ぐっと信号というか、ちょっと回り道というか。また来週からは駅前通りの西4丁目側の歩道も通行止めとなるほか、来月からは西2丁目と3丁目も全面封鎖となります。